2240m エルマノス・ロドリゲス・サーキット。金曜朝8時からの予備予選は F1 を走らせる者にとっての厳しいレベル審査、技能の椅子取りゲームである。第1戦からコローニと組み予備予選を戦ったスバルは6戦を迎えてもまだ試行錯誤の中にいる。体積の大きい水平対向エンジン、手弁当で臨む様は微笑ましいが限界があった。スバルは F1 から程なく撤退した。走る条件も悪い。昨夜の雨でウエット、手探りのセッティングのまま予選タイヤを履く。走れるのはほんのわずか。グルイヤールがスピン。去年ザクスピードヤマハで苦杯をなめた鈴木アグリだが、エスポラルースは予備予選落ちを心配するような脆弱なマシンではない。しかし油断は禁物。ラスト10分アグリコースへ。スリックタイヤを温めようとウィービングを始めた。ところがコントロールを失いピットウォールへクラッシュ。ヘビースモーカーのドゥカルージもタバコどころではない。アグリはスパ、ルマンとスポーツカーレースでクラッシュ。これで3連続である。右膝を強く打った。しかし T カーに乗り換え予備予選は通過。向こうの車はどうだった？分かんない、直接で。残り4分、白氷を踏む思いだった。